どうぞハサミをお入れください。ありがとうございました。素晴らしい作品と、あと板谷波山先生の作品とか、めったに見ることができないのが見られて、ちょっと良かったですね。最新作とか力作っていうのはなかなかやっぱり見る機会がないから、こういう時にじゃないと。設立に関わった地元の新聞社といたしましても、工芸会会員の皆様の日頃の活動を後押しし、さらなる発展を目指すお手伝いをさせていただければと思っております。展覧会も機会にますます広く県民にこの工芸美術の素晴らしさを PR していければなと思っております。おかげさまで今回は55名の本当に力の入った作品が展示しております。さらなる日本の工芸美術の発展のために個人力を賜ればありがたいと思っております。会員の方々の作品、力作がですね、一堂に